です。これで問題です。はい。今赤坂見附通りましたね。銀座線赤坂見附の次の駅はどこでしょう。はい。はい。どうぞ。新しい駅になったんですよ。はい、どうぞ。1個増えたんですよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。赤坂三の。ブー。正解は、ため池三の。おお。まあ、銀座線の中で一番新しい駅ですね。はい。今の間を、行くんで、多分、今から来ると、もう竹目さんの虎ノ門と新橋の間ぐらい歩いてるんですよ。そしたらさ、銀座線乗ったら連絡して、それでもいつでも参加できるイベントあるんじゃないですか。日本で一番古い地下鉄は銀座線。その銀座線でも日本で一番新しい駅はため池さんの。どうですか。いや、つまんない。さっき説明したじゃん。やりましたよ。やりましたね。銀座線沿線ココイチ多いっすね。ココイチめちゃくちゃあそこにもあるし。何か関係があるんすか。何色？黄色。嘘でしょ。そういうわけないの。嘘でしょ。あの黄色、国家線の黄色なんですか。こっちだよね。これ新しい道だもんね。そう。虎ノ門といえば何ですか。虎ノ門といえば虎ノ門病院。俺が毎年3月に人間ドック行ってる。あ沖縄割りね。楽しみですね。そこまでは酒飲めない。じゃあその1週間ちょっと駆けで帰ったらもう酒やめようって。1週間3日間だ。3日しかない。こちら昭和の昭和といえばここですよ。これ何ビルでしたか。森ビル。え？あれ？森センターで。高くない。高くない。私が。これ違うんじゃないですか。ただなんか36階昭和の一番高いビル。36階一番、俺が小学校の時これが一番高かったんですよ。今じゃこんなのもう超低い方なんです。お、なんかすごいこと書いてますよ。新聞創刊の地です。ここはねあれですよ。読売瓦版。あ、読売の聖地だ。マジですか。読売新聞。読売の聖地。河原版ってあの河原版ですか。あの河原版がそうなんです。どっから商売したの。千里を走る虎ノ門、うん、ことにひらがなは一番なり。そういうことなんだね。ここから読売新聞、まあ、新聞ができたんだね。へー。あー、虎ノ門駅これ大きく曲がってますね、銀座線。おまだカーブっすか。ずっとこうやってカーブっすか。きゃあ。誰でした。銀座で美奈子と板橋が合流しますね。はい、あった。あった。やった。あっちに、いや、あっち待ってた。待ってた。やった。ただいま我々はブラヤナギ新橋駅に到着いたしました。後ろから。美女が声かけてくると思ったらなんとみーちゃん初のゲスト来ました。来ましたよ。新橋。やった。新橋といえばみーちゃん。やばい、ここで合流しないとと。ちょっとこれね、消去し、はい、危ないね。もうちょっとまたよろしくお願いします。超昭和な感じ。うわ
アミューズメントパークがある。すごい店やってる。すごい店やってる。カレーは飲み物直接じゃない。これでしょ。筋あるし柳来ました。裏柳が裏柳で柳いや ここかな。マジでここ思い出新橋新橋何だっけ。どうなんですか。いや新しくね、さっきも3人だったけど、新しく人数がなんとめちゃめちゃ増えました。増えました。倍以上増えました。新橋から新橋からまず紹介しましょう。いいじゃん、いいじゃん、はい、あみなちゃん、みなちゃん、はい、板橋くんと、お名前なんでしたっけ。セイミちゃん、セイミちゃん、セイミ、あ、そうなんですよ。声優セイミ、声優セイミ、声優トゥゲザー。ライオネルリッチ。ライオネルリッチですか。あれ何違うんだっけ。由来がそうなんです。お父さんが好きで。そうなんだ。すごい。すごい。マジで。わあすごい。お父さんいけてるね。わかんない。ちょっと目が見えない。すごいお父さん。セイミンそれでつけたんだ。すごい。お父さんが若い、若いってことだよね。でもお父さん今48とか。うわあ。ちょっと待って、俺もうすぐ60なんだよ。ええー。お父さん若いな。み兄ちゃん、お父さんと一緒って。お父さんと。いいですね。同じぐらいだよ。じゃあ みんな若いよ。お父さんとお母さんみたいな感じ。親子ぐらいだ。すげえ。俺38今。あー笑うのそこで。そこで笑うの。普通はえーってなんかもうちょっと違う話ない。笑うとこじゃないけど。そうだと思います。そうだと思うでしょ。うわー言えない。山川の女の子だったら、うん、あやっぱそんぐらいですよって言えるの。まあいただきます。新橋の唐揚げ。あっか。それ番組的に使えない。あっこわ。おいしい。あっこわ。熱いと美味しいですか言わな。あっこわ。じゃあエンディングコメントお願いします。ブレイヌギ。新橋。ここからはブレイヌギ新橋園に急遽。天候です。だいぶ行っちゃいましたね。でもやっぱすごいね。銀座線しかないよねこれは。丸の内線でもダメだし、すごいとこ通ってんだよね。新宿から渋谷から浅草って山手線じゃないもんね。絶対この感質感ね。あれちょっと待って、リブダチちょっと待って、ちょっとあれ誰か今ゴワゴワしてるな。なんだこれ、何これ、何あれ、これ昨日ユニクロ買ってないよ。買い立てじゃないですか。買い立てなんだけど、あれどこにあんのこれ。ポッケだ、ポッケだ。あ、違うわ、違うか。値札だけど、これなんかね、スタート時ね、後ろ撮ってたらなんかね、なんか怪しいのもう押さえてます。やりました。ユニクロ今お買い上げです。はい、取るの忘れてた。もうそれ返品できないですか。うん、これ歩いてたのつ つきっぱなしで俺、ええ、早く言えよお前。ついてたついてたから早く言えよ。いただきます。何言うかダメダメ意識しちゃう。普通にやってくれる。普通に意識しなくてどうですか。美味しい。ちょっと意識してる。意識してるけどつまんない。辻麺が身を見せるの。俺無理。本当無理だよ。はいどうぞ。はいどうぞ。いいですか。唐揚げ。じゃあ新橋唐揚げ。まず見せる。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 お皿も八百屋。八百屋来た。ね。唐揚げです。唐揚げ。はいはいはい。うまい。走ってますやん。ここでやりたいですね。マススタートとかやりたいですよね。ここでさあいるかな。マイク持ってます。
うまくないよ、あんた。あ、ちょっと時間いいですか、はい、2020年のオリンピックはどう思ってますか。そうですね、僕の頭みたいに爆発すると思います。あ、ジャパンからです。ジャパンから、はい、なるほど。今日はどちらへお出かけですか。はい、今日はちょっと新橋の観光しに来ました。観光ね、はい、それじゃあ僕らと一緒に歩きませんか。あ、歩きましょう。歩きますか。ということで、ブライアナギイエーイ続きます。最高。あれ飲めばすぐ浅草行けますよ。これぞいう味してますよ。増えましたね。増えたね。ブライアナギはもう3回目。3回目です。プロですね。下北沢はブライアナギです。ブライアナギプロですね。プロさすがですね、途中から参加できるんですよ。いやいや途中からでも参加できる、ついてこれ寝坊しちゃってやばくない。富士そば、富士そばってこんなの見たことないよ、富士そば。新橋からお送りしています。はい、分かってきますね。言いたいこと分かってきてますね。柳さんのサポートチームみたいになってますよ。ほんまに行く。感想おめでとうございます。ありがとうございます。新橋銀座感想、皆さん頑張ってください。すごい。行ってきます。さあ、やってまいりましたよ。これが銀座です、ね、銀座も僕4回ぐらいしか行ったことないんで、はい、歩きながらいいかもしれない。銀座やっぱり大人の男が、まあ、どんな思い出が。いや、なんもないですね。ほんといい天気。そうですね、雨予報だったんですけどね。雪とかね、はい、お天気入りましょうか。お天気入ります。お天気コーナー、はい、やなじろう。やなじろうだよ。ただいまの気温はですね、気温全然出てないですよ。これ時間です。時間も近い。13時37分50秒です。以上、やなじろうでした。あ、バルコ。ハイさん、早っ。返却の、はい。今横文字喋りました。え？なんとグローバルって横文字喋りました。こっからはグローバルですよね。そうですよ。異文化。ニハオって言って話をした。ね。ちょっと話してもらえます。そうだね。そうだね。信号待ちタイムです。信号待ちが終わりました。もう銀座も信号待ちもおしゃれ。そうですね、ね、信号待ちですらおしゃれでしたよね。そうですね、みんなが待ってるっていう。銀座いよいよ銀座。はい、では銀座にやってまいりましたところで街頭インタビューしていきたいと思います。あの、銀座って来たことありますか。なんか取材やってる。初めて銀座来ました。はい、銀座のいいところは。銀座のいいところですか。ちょっとまだ分かっ、そうだね。ああ、そうだね、そうだね。おや、そうだね。Please say そうだね。そうだね。オレンジオレンジ。ヨーグルト大好き。ブルガリアか。ブランジロ、ブランジロだよ。ブランシャットオマッセ。すべての道は日本橋に繋がっている。この人は誕生日。
今ならやってきましたよ。海に帰るよ。泳げないけど。